緩いかな、これ。はい、はい、ロッカールームです。ロッカールーム、どうそっち、もうこっからこっからだから、ほら、ね、見てこの方、もう昔から18年じゃねえや、もうマリノスから一緒だから、これサブちゃんね、サブちゃん、サブちゃん、うん、サブちゃんで、いやいや、サブちゃんじゃねえよ。こんな中楽しそうっすね。この中なんだけど、じゃあ俺さ、昔クラブハウスでさ、よくプライドって K1 のあったでしょ、でようやってたじゃん、で俺がほぼ勝ってたじゃん。いやそうだっけ。それ30戦、うん、29勝1分けぐらいかな。負け負けって言うのなんだそれ。なんですかそれ、クラブハウスなんかで総合格闘技をやってた。総合格闘技っていうか、だから危ないから打撃とかは、うん、じゃなくてこうなんていうの、関節技みたいな、はい、どっちが関節技できるかみたいな、でそれすげえ疲れるからさ、だからいい体感になるわけよ、うん、それでやってたのこの2人で、はいはいはい、いつもやってて、29戦じゃ30戦29勝1分け逆で。そうやってたんだよ。そこで、はい、そこでだよ、はい、今回このサブちゃんで、はい、なかなかやりません。腕相撲対決をお願いしたいと思います。腕相撲強いの。強いよ、29勝だよこっちは。こっち見えちゃってんじゃん。見えてない、はい、もう引退してきたいんだから。やろうか、ちょっと見ててくれ。何、椅子？いや、なし。あ、椅子ありの方がいい？いや、椅子あってもいいね。あ、ちょっとなくてもいい。まあ、なくても、これでね、そう。よし、またちょっと、だってこれっしょ、なんかさ、動くのがあれだね。あ、そうだ、このストッパーない。うん、あ、ストッパーは、あ、あるある、これだ。よし、ちょっと待って、頼むよ、かちょっと、もう筋トレしてる、ちなみに。え、してないよ、ここ痛いな。力抜いてください。ちょっと待って、抜いてください。ちょっと待って、よし、初の、待て、初の一勝、はいはい、力入ってる、初の一勝してやる、初の一勝。 OK、 よし、はい、力抜いてください、はい、行きます、レディーゴー。お、強い、強い。ナオイ、ナオイ、予想通りも予想通りですよ。ちなみに何割？何？何割だった？今？うん。いや12割だ。12割だ、そういうんだ。マジ遊ばれた今も。遊ばれた。予想通り？あ、予想通りですよ。いや、やっぱ違うもん。握った瞬間ちょっと。やっぱ違えな、やっぱ。予想通りだった。はい。オチ見えちゃったもんね。見えちゃった、マジで。うん。でも、言っとくけど、プライドは29勝を1分け。まあそういう、いや、もうその逆の下りも、まあ、いいんすよ。何回やるんすか。誰が信じるんですかそれ。こんな感じでいいね、この感じ。ああ、そうなんですか、うん、この感じいいじゃん、はい、うん、じゃあこれからイベントお二方頑張ってください。 OK、 はい、行ってきます。はい。